様、こんばんは、ニュージーです。今日髪を切りました。ブロックどうですか？決まってますか？いや、高校サッカーですね。高校サッカーを興味まして、私もね、高校時代サッカー部でサッカーをしておりまして、夢の国立へとか言ってからね、夢中になってね、国立競技場を目指して全国大会出場を目指してやってましたけども、なかなか夢叶わず終わったんですが、で、その高校サッカーのね、全国大会を今日テレビでやってまして、それを地元のね、高校がいいところまで進んでおりまして、今日が3回戦かな、ベスト16、そういうのをね、見てるとね、なんていうかな、青春というかさ、その時の16歳、17歳、18歳、その3年間の貴重な時間の友達との時間、サッカーをする時間、みんなと時間を共有して、目標に向かって進む時間、過程、そういうのがなんかこう、懐かしいというかね、懐かしくなってきまして、ああ、いいなと思って。そういった時間はさ、なかなかもう帰ってこないし、その時だけの時間ですから、改めて、今を生きるというかね、今を全力で生きないとと思いましたよね。だってさ、その時の時間はもう戻ってきませんからね。1分1秒。その瞬間とかね、そういうのはね、今日改めて感じましたね。だから、今後もね、全力で生きていきたいと思いました。いやー、懐かしいね。私も30代ですからね、10代の話ですよね、高校サッカー。いやー、もうあの時の時間は帰ってきませんからね。何でもそうですけど、サッカーに限らず、その時夢中になったこと、友達との時間とか、その時過ごした幸せな時間とか、悲しい時間とか、いろいろありますよね。そういうのはさ、もう戻ってきませんからね。っていうのをね、今日感じた日でしたね。よろしく。